キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパーキポッキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は月曜日ということなんですけど、いよいよ5月1日、5月始まりましたねということで、今日はさつき晴れということでしょうか。天気がよろしいでございますが、風が強めですね。ここ、先週週末なんか結構各地で強い風がとかっていうのはね、なんか言われてあったんですけど、こちらの方もなんか今日は風が強めですね。皆さんのお宅はいかがでしょうか。ゴールデンウィーク入りまして、今日3日目っていうことですかね。はい。で、結構でも仕事されてる方はいらっしゃるんじゃないです。1日2日は普通に別にね、休みにはなっておりませんのでですね、はい、まあ、本格的には 3,4,5 かなとかって思うんですけどね。はい。なんかね、もうコロナもこんな感じになって、8日、5月の8日からもうインフルエンザとかと同じような扱いになるんでしょ。あー、で、結局なんかこの自腹でやってねとかっていう話になってきてますしね。はー、それで、今からどんな感じになっていくんでしょうかねとかと思う中で、もうイベントとかも復活しだしのね、なんか東京ディズニーランドの方もですね、あのコロナ規制っていうのをもう解除するとか、なんかしないとか、なんかそんな話も、ちらほらネットで見かけたり、もう普通通りに、しようやないかっていうような動きをなんかしているみたいですね。ただただまだね、未だに亡くなってる方もいらっしゃるので、やっぱ、できる限りはやった方がいいんじゃないかなとか思うんですけどね。まあ、あとそのマスクのつけるつけないの問題もありますけどですね、まあ、今当たり前になっているからですね、まあ、外して、まあ、ちょっと違和感を、どうなんやろうかとかってですね、まあ、よしよしですね。本当に子供とかちょっとかわいそうだなとかって思う時あるんですけどですね、結構ね、この辺がまあでも、もう本当難しい。ということでですね、ただそれを押し付けるのはどうかと思いますけどね、こうだ、こうだとかっていうのはですね、まあそこで日本人特有の思いやりというのがあれば、そういうことはないんじゃなかろうかとかって思うんですけどね、どうしても今、自分がっていう人がやっぱ、まあ自分も含めですね、増えてきておりますもんね、まあ、しょうがないという感じはあるんですけどね。まあ、ただ映らんとこうね。結構きつそうやろ。とりあえずまだ多分かかってないと思うんですけどね。ただワクチンの話もなんかちらほら出てきてるみたいですね。もう一回なんか打てる打たないとかなんかいうような話もなっておりますからですね。まあそのおかげで、まあ、ちょっとイベントがまた復活してということで、結構もう家にこもらずね、外に出て行こうやないかとかっていう人がもう増えてくると思いますんでですね、このゴールデンウィークで、このアクアラインかどっかの話でしょうけど、なんか25キロはとか言って渋滞がとかいう話されてましてですね、どうなんですか。はい、やっぱ渋滞したらね、私もあの福岡ちょこちょこ行きますけど、ここの道30分で行けるとこ1時間やなとか言ったら、まあ、ざらにあるじゃないですか。なんかね、そこら辺もなとかって思います。はい、じゃあこの続きはまた後でーす。バキポキさんのブラキ。はい、バキポキさんのブラキ続きですということで、昨日、おとついはバンクシャ吉野さんは高松ですか、行ってたのかな、イベントを行ってたみたいですね。今日も普通に平常運転ということで、仕事行かれてましたけど、なかなか仕事見えないよね、本当吉野さんね、言ってませんでしたっけとかって言いそうな感じがするんですけどですね。
まあ、5月6日ですかね。3、4、5、6、6やね。うん。あ、そうか、3、4、5、6なのかな。6日、縁日ですね。備前屋、縁日、備前屋、過去仮ですね。また、あのイベントがあるみたいなんでですね。まあ、ゴールデンウィーク、これぐらいの晴れ、天気やったらですね、いいんじゃないかなとかって思うんですけどですね。どうなんでしょう。まあ、心なしか、今日もやっぱ車、そんなに多くないのかなとか思ったり、して、今走ってるんですけど。ですね、どうなんかな。もう、こっちはなかなか渋滞っていう渋滞はね、ないんですよ。時間帯さえずれれば。なんかもうびっくりするぐらい多い時あるもんね。だから大体事故しとったりとか、なんかそういう感じでね、なってますもんな。さて、植物の話、窓際マダガスカルに置いてるブラキリスが2つ花芽出てきてますね。1つはもう咲こうやっちゃうぐらいのが、ちょっとこう、ちょまーっとこう、ちょまちょまっとこう今なっておりますね。あとは、カクチケス、ラメリー、サンベルシーが、芽吹いておりますですね。あと、コロンベンセとエブレネームは、ちょっとまた葉っぱとかそういうのが出さないなーって感じですかね。まあ、ようわからんですね。そこら辺がね。もう水バンバンやっていいのかなと思いながら、ちょっと徒長気味の植物、ホワイトアイスはもう外に出しました。風にも当てーのをね、また雨でも降ってもらえればまた変わるんかなと思いながら外に出しましたけどね。なんかね、植物によって家の中がいい、外がいいっていうのあるね。和歌山の兄貴からお迎えしたマジョールとゲンコツのホリダですか、ユーフォルビアホリダですね。めっちゃ元気ですもんね、外、家の中。すごい環境がいいんでしょうね。もう8切れんばかりにパコーンとこうなってますもんね。ほぼでも水やってないよね。結構水あげた方がいいのかなと思うんですけど、なんか逆に水あげてない方がなんかすごいよ動きよなとかね。わーらーんっていう感じ。あ、こいつ水欲しがっとるやろうなとかっていうのも、わーらーん。わーらんでございますって感じですかね。あ、葉っぱが出たからとかね。花芽が出たからとかね。でいいのかなとか思ってですね。まあ、触診だけはね、忘れるようにこう触りながらやろうと思ってるんですけどね。いやー、もう休憩したくないですよ。なんかブニってきて、ってこうやってね。あれはもう皆さんにも経験してほしくないなと思うんですけどね。いずれそういうのが出てきます、ほんと。エビサライがね、ちょっともうちょっとうまいことをできればかなとかって思ったり、ウィンドリーもね、今やったらどうしとったかなとかって思うんですけど、結局、水やりなんやろうな、水を選んでよかったやろうなとかってね、と思いますね。結構お店に行ってもですね、エビス笑いだとか、まあ、インドリーはなかなかないです。エビス笑いは、ちょっとやっぱ、やられとるね。難しいっちゃろうなってやっぱ思いますね。結構デリケートさんなんやな。そんな感じがしますよね。はい。さて、明日火曜日ですね。はい。もう一日頑張ればもう連休になるんですかね。はい。私は、とりあえず、水曜日か、はお休みになると思いますので、まあ、とりあえず明日は一日、頑張っていこうかなと思っとる次第であります。はい、じゃあ今日こんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。テッキリジー。
がかり、あれは伝説の爆撃機、この街もそろそろ危ないぜ、どんな風に逃げようか、全ては幻。